1986年に初公開され、翌1987年のフランクフルトモーターショーで公式に発表された。発表当初は大きな注目を集め、生産前にもかかわらず3万5千台のオーダーがあったと発表していたが、実際には8千台の製造に止まり、1991年に生産を終了した。後年、この人気の加工は、 メルセデス・ベンツ SL クラスの登場によるものと、当初の高い人気は、投機目的の加熱によるものであったと推測されている。設計は、社内事業部の BMW フォルシュングテヒニークで、行われ、開発葬式には、ウルリッヒ・ベッツが選出された。1988年のベッツのポルシェ遺跡後は、クラウス・ファウストに交代した。 四輪駆動モデルの製造も検討されていたが、実現しなかった。Z1 の Z はもともと、通空負とを意味し、本社のほか Z3、Z4、Z8 に使用されている。これらの車種は、すべてにシーターオープンカーである。BMW Z1 車種は専用設計で、着脱式のボディパネル、連続アエン、シーム溶接、複合材製、 アンダートレイ型床構造といった革新的な技術が組み込まれている。一部の部品は E30 型 325i からの流用品である。ボディはプラスチック製で、サイドパネルとドアはゼネラルエレクトリック製の熱可塑性、プラスチック、ボンネットとトランク、屋根カバーは繊維強化プラスチックをそれぞれ採用している。塗装にはアゾコーティングと BMW 的肉が、 共同開発した特製の柔軟ラッカーを用いている。ボディ本体は車種から取り外すことができ、すべてのボディパネルを取り外した状態でも走行することが可能である。また、発表当初には予備のボディパネルを購入すれば、好みに応じてボディカラーを変更できるという宣伝もなされていた。BMW の発表では40分以内での交換が可能であるとしていたが、 実際にはそれ以上の時間を要するとされている。車体全体は空力を考慮して設計された。アンダートレー型の床構造は全体が平滑になるように成形され、マフラーと後部の車風板は乱流の発生による後部の浮き上がりを防ぐため、空力特性を考慮して設計されている。車体全端は高圧域がちょうど前輪の真上になり、 設置圧を高める形状となっている。効力係数はホロ展開時で 0.36, ホロ格納時で0.43である。Z1 で最も特徴的な装備の一つ。ドア本体がボディ内部に下向きに引き込まれるという極めて得意な構造となっている。この構造は黎明期のオープンカーに見られた。 脱着式の金属製や布製のドアに着想を得ており、Z1 のデザインと通常の横開きドアの相性が悪いと判断されたために採用に至ったものである。背の高いドアシルを持つボディのため、ドアの有無とは関係なしに衝突安全性が確保されており、ドアを下げている状態でも合法かつ安全に、 走行することができたが、アメリカではドアを下げた状態で走行することは違法となった。ドア窓は、ドアの位置とは、独立して操作できたが、ドアが下がっている状態では、自動的に下がる構造となっている。パワーウィンドウは、双方ともに、コグドベルトを介して、電動モーターで動作するが、緊急時には、手動での操作も可能。 エンジンは 2494cc 直列6気筒機棟、サイチ C、M20 バイト25型を搭載し、トランスミッションは、ゲトラグ製の5速 MT のみが組み合わせられる。いずれも E30 型 325i からの流用品である。低いボンネットの下にエンジンを収めるため、20度ほど右に傾けて搭載されている。Z1 専用設計の Z アクスルと呼ばれる後輪サスペンションが採用された。これは BMW 発のマルチリンク式サスペンションである。タイヤサイズは前後ともに205、55VR15。初言 BMW Z1 特徴的なドアは革新的であったが、多くのユーザーから背の高いドアシルが乗降しにくいと指摘され。 加えて手作業で組み立てられた内装は経年による劣化が顕著なものであった。ダッシュボードは非常に小さくヒーターと冷房ユニットを収納する空間がなかったためにカーエアコンは装備していない。ただし E30 型3シリーズの部品を流用してエアコンを後付けした例が存在する。総生産台数は8000台で1日あたり10台から20台が 製造された。8000台のうち6443台は BMW の本拠地であるドイツで販売され、新車価格は83000から89000マルクであった。また、イタリアやフランスなどでも販売された。日本では正規輸入されなかったが、アルピマが手掛けたチューニングカーに限り正規輸入されていた。カラーバリエーションは6色の外装色と4色の 内装色から選択できたが、その大半は赤、黒、緑の外装色と脳灰色の内装の組み合わせであった。明るい黄色の外装色と赤の内装色は特に希少なカラーリングとされる。他、フランスで販売された Z1 には現地の講義に基づき黄色ヘッドライトが装着されていた。BMW の公認チューナーとして知られるアルピナは、 本社をベースとしたチューニングカーのアルピナロードスターリミテッドエディションを開発した2.7リットルエンジンに換装され0時速100キロメートルの加速は8.4秒から7.1秒に短縮最高速度も時速228キロメートルをマークしていた販売価格は116000マルクで世界限定で66台が製造された日本では アルピナの国内総代理店であるニコルオートモビルズによって正規扱いで販売されたミニチャンプス、レベル、ヘルパ等が Z1 のダイキャスト製やプラスチック製モデルを製造していたフランスでは1992年と1997年の2度に渡りテレフォンカードに Z1 の図柄が採用されたまたジャッキー・チェン主演の映画 プロジェクトイーグルにも登場している。ありがとうございます。